チャオ、あっちゃんです。ちょっとね、臨時に、急遽臨時であっちゃんから、みんなへのお願いがあります。それね、コメント欄のことやねんけども、以前にね、ちょっといろいろコメント欄がね、荒れちゃって、まあね、ルールを作ろうかとか、いろいろね、いろんな規制をしようかなとか悩んでて、まあ、ちょっとね、暴言はやめましょうとかって感じでやっててんけどもね、ちょっと今日、かなりひどいみたいで、結構荒れちゃってるんで、まずね、第1弾目のルールとして、まあ、これからまたいろいろ変わっていくとは思うんだけども、今回ちょっと第1弾目として、コメント欄でぶら下がりで反論は結局なんだかんだ言って喧嘩の元になるんで禁止にします。まあ、コメント欄で反論とかいうのがあったら、削除させていただきます。で、あっちゃん今ね、やっぱ他のことつか動画が結構、動画だけじゃなくね、いろんなことで忙しくって、なかなかコメント欄を監視介入はできないんで、モデレーターさんにお願いしたりして、やってもらってます。で、本日ちょっとね、モデレーターさんがね、あっちゃんの意向を分かってもらった上で、モデレーターさんは動いていただいてます。で、モデレーターさんって何なのかっていう と、あっちゃんの代理やんね。だから言ってみたら、あっちゃんが思ってる通りに動いてくれるっていうのかな、だあっちゃんの片腕で動いてくれてる人に対する暴言はもう持ってのほかなんでね、あっちゃんに暴言吐いてるのと一緒なんで、もうそういうモデレーターさんに吐いた暴言の人はもうさようならさせていただきます。で、で、そういう暴言ね、コメントを書くことによって反論された場合、モデレーターさんは反論コメントを消せません。だからコメント元コメント口消さすざるを得ないんで、反論された方、コメントね、せっかくしていただいてもね、消されることになるんで、でもあっちゃんに対する反論意見に対して反論がつくっていうのは、そこをね、その反論した人に対するまたぶら下がりをせえへんかったら食えへんので、反論されても関わらないでください。そうすると、反論した人、あっちゃんしか消されへんからね、それはね、反論コメントあっちゃんが消すなり、それは対処させていただきます。で、だから基本的に、暴言吐く、まあ、俗に言うアンチコメントっていうのに反論するのはファンの人やとあっちゃん思うんで、ファンの人は恥ずかしい。ファンじゃない人たちは暴言吐いたりひどいことをする人がいてても、あ、それは仕方がないかなと思うけど、ファンの人っていうのはあっちゃんのことを応援してくれてんねんから、暴言吐いたり恥ずかしいことはしないでほしい。だからファンの人がね、あっちゃんに対する反論コメントに反論するのがあんまり、もし反論でもそんな暴言ではやめてくださいって前に言っとってんけどもね、結局今日結構暴言やって、モデレーターさんにまでね、暴言を吐いたんでね、今回ちょっとこれは対処させていただきます。で、今後コメント欄で、まあ、ぶら下がりは禁止とまでしません。だってぶら下がりでいろんなみんなでね、交流してもらって楽しんでもらえるっていうのがあっちゃんのコメント欄であって、それをね、あっちゃんはリプ禁にするかせえへんかっていう話もあったけども、そうじゃなく、もう反論じゃないわ、みんなで仲良く情報交換とかできる場にしたいんで、禁止しない意向で言ってんけども、それをせざるを得ないのが今日のコメントやったんでね、ちょっとこれ苦肉の策っていうことで、反論コメント禁止にします。あと暴言禁止にします。暴言した場合は即刻消します。はい。で、あと、あんまりそれが反論されたからって反論仕返しとるようではいくらでも続いてくるんで、そうなっちゃうともうコメント元口消さないと得ないんで、そうなっちゃう場合があるんでご了承ください。そういうことで、あと一つの動画に対してね、コメント連投もね、あんまりね、他の人もね、書きにくいっていうのもあるんで、コメント連投もやめてください。まあ、一つのコメントね、まとめてもらえれば助かります。はい。っていう感じでね、コメント欄を楽しく楽しくやってほしいです。はい。ということで、今回、ちょっとね、新たにルール追加って感じになるけども、これもね、あっチャンネルを純粋に楽しんでもらって、であっチャンネルを楽しむ人は、あっチャンネルだけじゃなく、コメント欄も楽しんでもらってるからね、コメント欄での喧嘩っていうのはまだ見苦しいんでね、だから、まず、アンチの人にお願いってなかなかしてもね、アンチの人がお願い聞いてくれるかって分からへんけど、ファンの人は聞いてくれるでしょ。だからファンとしてそういう恥ずかしい暴言はやめてください。で、今回もそういうね、モデレーターさんに逆らった方は申し訳ないけどさようならさせていただきます。はい。ということなんでね、ファンであろうが、そんなアンチであろうが嵐であろうが、やっぱり
ここはあっちゃんねるです、あっちゃんねるにさ、あっちゃんに逆らう人は即消しますってあっちゃん時々言うけども、あっちゃんの代理であるモデレーターさんに逆らう行為もダメなんでね、モデレーターさんに逆らったら即刻消させていただきますんで、はい、ご了承くださいっていうことなんで、ね、でもちろんモデレーターさんがね間違った判断してたらそれは違うよってあっちゃんはモデレーターさんに注意します。でもあっちゃんの意向からしてね、やっぱりそれはダメだよと思ったらモデレーターさんとの話がね合致した時はそれは削除対象事象として消させていただきますんで、ご了承ください。はい。ということなんで今回ちょっとね、申し訳ないですが、そういう対象させていただきます。はい、なんでね、まあ、で厳しいこと言いながらもね、コメント欄はみんなで楽しく笑って楽しんでほしい。だからなんでみんな笑えへんのかなと、そういうね、ギャー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 居酒屋をするっておかしいでしょ。だからそういうのをやめようっていう、喧嘩やめようって言ってんのにさ、もうコメント欄でちょっとすごい穏やかになってたのに、ちょっとねここ今日ね、ちょっとコメントが荒れちゃってて悲しくなったんでね、うん、熱いしイライラもするんで、うん、別にコメントがイライラしたんじゃなくて熱くてイライラするから、もうそういうねあっちゃんが見てイラッとするようなコメントは削除させていただきます。ちょっとその辺感情的になるかもわからへんけど、だって人間だもん、はい、っていうことです。はい、ということなんで、今回ちょっとね、そういう感じでさせていただきます。はい、そういうことなんでね、コメントも削除させていただきますし、うん、そういう対処させていただきます。申し訳ないです。はい。ということでした。ということでね、まあ、コメント欄もね、みんなでこう楽しくやってもらうのがあっちゃんの願いなんで、よろしくお願いします。揉めないようにしてください。あっちゃん揉め事大嫌いなんで、揉めとったらボコボコにしばきます。はい。ね、揉めないでね、よろしく。